富士川は東海旅客鉄道が静岡駅甲府駅間を東海道本線、三部線経由で運行している特別急行列車である。JR 東海のワイドビュー車両373、軽電車を使用することから全列車が富士川と案内される。なお本港では三部線で運転されていた優等列車の遠隔についても記述する。 1964年3月に、それまで運転されていた、快速列車を格上げして、準急・富士川として運転を開始し、富士駅甲府駅間を2往復した。1964年10月には、東海道新幹線開業に伴い、1往復が静岡駅まで延長された。1966年3月に、静岡駅甲府駅間の1往復が急行に、 格上げされ、もう一往復の富士駅甲府駅間運転の列車は、準急、白井戸へと解消したが、1968年10月に、準急が全廃されることとなり、白井戸は急行、富士川に統合された。1995年10月に特急に格上げされ、ひらがな表記の富士川に変更され、新型の373系に置き換えられた。列車名は、 三の線沿線を流れる日本三大急流の一つで、ある富士川から取られている。定期列車が7往復、多客期に、臨時列車が1往復運行されている。列車番号は 4000M5 数。2020年現在、車内販売は行われていない。静岡駅、清水駅、富士駅、富士の宮駅マイナス内線駅、みのぶ駅、かぶおん駅かいわま駅かじかざ駅。下 一川大門駅東花輪駅南甲府駅、甲府駅373系の3両編成で運転されており、普通車のみで、グリーン車は連結されていない。1号車は、全席座席指定席、2号車、3号車は自由席で、あるが、車端部の大型テーブル付けの、セミコンパートメント席は、指定席となっている。富士駅でスイッチバックを行う。 ミノブ線内での進行方向と座席の向きを合わせるため、東海道本線内では座席は進行方向と逆に設定している。二号車は繁忙期や修学旅行などの団体予約が入ると全席指定席となる。静岡駅では東海道新幹線に接続するため、名阪方面からの新幹線接続列車としての役割を担い、また富士駅では 東海道本線と接続し、静岡県東部や京浜地区とノ信線沿線のアクセス列車として機能している。一方、甲府駅でも新宿駅からの中央本線特急、あずさ、開人に接続しているため、南関東方面からノ信線沿線のアクセス列車の一つとしての役割もある。また、上り、藤川2号及び下り、藤川13号は静岡駅、 清水駅と富士駅、富士宮駅間の上り、富士川14号は、甲府駅から梶じかざ駅以南への中、遠距離通勤通学者の帰宅列車としてもよく利用されている。昼間も三延線内では普通列車の間隔が開く、ことと 30km 以内の自由席特急料金は330円と往年の急行料金より安くなっていることから、 この時間帯はタンク間利用者が多い。また、藤川が通過する駅の利用者にも乗車してもらうよう一部列車では、三延駅、または、梶川か口駅や市川大門駅において、同方向へ進む普通列車との環急接続を行っている。三延線は、単線区間で行き違いの関係で、下りの藤川が遅れると、甲府からの中央線の特急列車の発車が遅れる。 こともある。逆に上りの富士川では、中央線内で遅れた列車の接続を待って発車することもあり、静岡地区の東海道本線にも遅れが波及することもある。また、見延部線内では、日常的に野生の鹿やイノシシが線路に侵入し、触れ車や列車急停止による輸送障害が発生して、数分数十分程度の遅延が状態化しているほか、土砂崩れや、 落石の懸念がある地盤の脆い区間を走行していることなどから、たびたび長期間の運休を余儀なくされることがある。特急化間もない1990年代のゴールデンウィークに浜名湖の潮干狩り利用を目的に新居町駅まで延長運転されていたことがある。この延長運転は2000年代に取りやめていたが、2015年に浜松市の渚園で開催された夜、 キャラグランプリの開催にあたりに伊員駅まで3日間限定で臨時運行を行っている。また、爽やかウォーキング開催に伴い、上記同様藤川2号が島田木、金谷駅まで延長運転されたこともある。定期6往復時代は臨時特急藤川が土、日、休日を中心に一往復運転されていたが、1998年に定期化されてからは、 富士川としての臨時特急列車は運行されていなかった。しかし2017年に19年ぶりに臨時特急富士川が設定され以降多客機に運行されている。61号は東海道新幹線の始発列車が静岡駅到着前に静岡駅を発車するダイヤとなっている一方、62号は静岡駅で光り小玉と接続可能の時間帯で運行している。 みのぶ駅が、最寄り駅のみのぶ山駆動寺のしだれ桜開花の時期に、静岡駅みのぶ駅間で1日1往復運行される臨時特急として、しだれ桜が2010年まで運行されていた。臨時列車として列車名が区別されているが、停車駅を含め、富士川と変わりはない。2004年には、 爽やかウォーキング開催に合わせてカジカザワ口駅まで延長運転が行われている。しだれ桜は2011年以降は運行されていなかったが、2020年20年ぶりに運行されている。その他、後日の臨時特急、臨時急行が設定されている。その他、2020年4月5日には、静岡 DC アフターキャンペーンの一環で臨時特急、 富士号が予定されていたが、新型コロナウイルスの影響により運休となっている。ヘッドマークは一部列車の特急幕表示を除き、シール調布を行っている。臨時特急は、富士川の増発的位置づけであったが、2015年より運行されている臨時休行は、イベント列車的要素が強くなり、車内販売や記念乗車証の配布などが行われ、列車により、 停車駅も異なっている。また、ゆるキャンラシック号は記念グッズの配布や、車内販売、アニメ版声優の取り下ろし音声による案内放送、原作者であるが、エフロによる描き下ろしをオリジナルイラストを使った、車内装飾なども実施されている。なお、2010年までの臨時特急は、藤川に順じた一部指定、一部自由席であったが、2015年以降の臨時急行と、 藤川以外の臨時特急では全車指定席となっている。特急、藤川と急行、藤川、ありがとうございます。